ナ No.I. ひらの仕様。2024年下半期の星座が輝く。未知の冒険への一歩。独自の先生術解説。昨今、芸能人の占いが注目を集めています。新たな賞を刻む平野の仕も例外ではありません。旧ジャニーズ事務所を離れ、新たなグループ、キングプリンスからソロプロジェクト、ナンバー、愛に飛び込んだ平野、その未来は一体どのように展開されるのでしょうか ノラ占いスフォーチューンテラーオズマ SOS が、タロットカードを手に平野の2024年下半期の運勢を予測しました。しかし、私たちは違ったアプローチから彼の星座を探求してみましょう。平野潮の運命に迫る、彼の上半期運勢は一筋縄ではいかないようです。3月と5月には運気が低迷し、特に3月には戦車が逆位置で現れ、暴走や敗北を意味します。 仕事に支障が生じる可能性よりも、プライベートでの感情の爆発が懸念されます。さらに5月には、再び、カップの9が逆位置で登場し、不満や失敗を象徴しています。対人関係でのイライラが募りそうですが、アドバイスが乏しい状況です。彼には精神的な強さが求められるでしょう。道への一歩、平野仕様の下半期。しかし、7月には運気が好転し、逆位置の、ソードの9。 が現れます。8月から10月にかけては絶好調となり、11月には、ソードの1が聖一で、カップのキングも12月には聖一で出現。これらのポジティブなカードは、クリエイティブな人物に特有のもので、来年の年末には音楽賞レースでの優勝やヒット曲の誕生など、仕事面での成功が期待されます。上半期の波乱があったものの、年末に向けての運気上昇が平野を待っています。 彼が素晴らしい2024年を迎えるためには、内面の強さと冷静な心が不可欠かもしれません。独自の先星術で見る未来、我々が注視すべきは、彼の星座の軌跡です。数ある先星術の中でも、特に西洋先星術は個々の星座が異なる特性を持っています。平野仕様の星座がどのような特性を秘めているのか、独自の先星術で解き明かしてみましょう。 さらに、オズマ SOS が占う未来と、先生術で読み解く星座の特性を照らし合わせることで、平野の未知なる冒険に新たな視点をもたらすことができるかもしれません。結びつく過去と未来、平野の占い床と星座の特性を結びつけることで、我々は彼の人生の転機や成功への鍵を見つけることができるでしょう。新たな挑戦に立ち向かう彼の姿勢や、未知の世界への飛躍を感じさせる出来事が、 どのようにして過去と結びついているのかを考えると、その魅力が一層際立ちます。2024年の下半期、平野ノ仕様の星座は輝く運命への一歩を踏み出すかもしれません。彼の冒険の行方を見守りながら、未知なる可能性に期待しましょう。最後に、あなたは平野の未来についてどのような予測を立てますか彼の占い結果や星座の特性に基づいて、あなた自身の視点で未来を想像してみてください。 平野の魅力と未知の冒険が新しい扉を開くことでしょう。